はい、今設営完了しました。隣のサイトはねまだ来てないね。ね、ここ来ないのかね。はい、今日はじゃんという感じで、我が家はね久しぶりにねカーカムスを張ったよね。このヘリノックスのシェルターも久しぶりかな。久しぶりだよ、ね、はい、今日は風もないので焚き火エリアも作りました。娘くつろぎ中って感じで、今日見るランタン、これうるさいんだよね、めちゃくちゃ気に入ってっけど、ここは車をサイトの中に入れれないのでどうしても荷物のスペースが必要になる、ね、で暑いので扇風機は1つ2つで、あとあそこにも3つ ストーブじゃないわ、扇風機3つ体制、涼しいやろ。はい、そんな感じ。今6時過ぎぐらいでちょっと早いけど夕飯食べます、はい、今日はねここに写真があるようにハワイご飯、うん、じゃーん、はい、真ん中にドドーンと牛肉のこれトモ三角だったかな、ちょっと部位忘れましたけど、ステーキをドドンと焼きまして、で他はこのランチプレートみたいな感じに、やってます。じゃあこれもオープンしちゃう早速。はい、はい、じゃあオープン、じゃーん、めちゃくちゃ美味しそうでしょ、やばい、ポキ丼、ポケ丼、ねこれはねもうマグロ、サーモン、ブリ、この辺がもうミックスしてあるのに、アボカドを、とネギかな、とにかくむちゃくちゃ美味しい。でソースはねこれだね、港の、ハワイアンポキソースを使ってる、これを家から漬け込んできたのかな、はい。でさっきこのステーキはこの同じく港のハワイアンバーベキューソースをかけて食べたいと思います。今味付けは塩コショウだけ、まあそれでも十分美味しそうだけどね、うん、一応ハワイご飯なのでこのハワイバーベキューソース、で、これはフリフリチキン風だね、ちょっと実際はフリフリはしてないけどフリフリチキン風のチキンと、これはポテトサラダだね、うん、はい、うわ贅沢、ね、
日は、うん、まあいい、食べよう、うん、冷める前に食べましょう、うん、はい、いただきます。いただきます。はい、あ、お箸その辺の使っている。うわ、はい、うわ、ちょっととりあえず肉を塩コショウだけで。これ使っていいの？美味しい美味しい。すごい肉肉しくて美味しい。あ、で、いただきます。忘れてた。もう食べていいの？いいよ。今日は飲み物はちょっとハワイビールが家に見当たらなかったので、ピニャコラーダをさらにというか、牛乳少し入れてまろやかにして、パインも入れてみましたっていう感じ、うん、はい、乾杯。いただきます、はい、よいしょ。うん、うまっ。ハワイって感じ、うん、ハワイ行きたいな。うん、ちょっとこの夏は、私の仕事の都合と娘の学校の都合を含めて、ちょっとあのハワイどころか旅行も行けそうにないので、もうこんな感じで楽しみます。うん、このさ、フリフリチキンがさ美味しいんだ、さっき味見したら。うん、あれ食べたらなんかさ、釣り OK、いただきます。3種類ぐらい選べたけど、ピア、あそこ行きたいもん、ミコスピア。チキンも美味しいやろ。あ、このステーキ食べなよ、うん、あ、ステーキハワイアンバーベキューソース開けようか、うん、生まま食べてもいける。全然いける、いけるいけるけど、ちょっと薄味、あの塩が全然足りてない。取れてるそれ。何してんの？今取れてるよ。食べた、お肉。まだ。食べや。あ、これかける？とりあえずかけない。うん。うん。うまっ。な、肉肉しくて美味しいよな。うん、ちょっとこっちかけてみよう。うん。柔らか。ちょっと甘い感じやろ、ハワイアンバーベキューだから。うん、はい、いただきます。ちょっとハワイアンだから、ちょっとパインと一緒に食べます。うまっ。うん、僕久しぶりに食べた、うん、このチキンも美味しいんだよね。足りてる？お前ちょっとかかる、ま、ごま油、あ、ごま油欲しい。足りてるけど、ここ別にアボカドにつけて、はい、ちょっとボケは追いごま油します。もう、ポケ、追いごま油したのがうまい。めちゃくちゃうまい。チキン美味しい。チキン美味しい。ご飯は上手に炊けとる？ご飯上手に炊けとる。炊けとるよね。うん。そう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 。ちゃんとね、気分高めるために、ちょっとハワイっぽいシールをこのランチプレートボックスにも貼ってきてるっていうね。あえて全部水着のお姉さんにしたって。それも水着のお姉さんじゃない、違う、ほら、あれ、あれだ、オアフの、あ、水着じゃないけどフラの格好かな。フラでサップしてるのかな。はあ、スプハワイ、
ピニャコラダ意外ときついのね。牛乳入れてあるからまろやかだけど、これロックだったら結構きつい。あ、お腹いっぱいだな、うん、お腹いっぱいっしょ。もう入らん。あの塩行きてぇな。あそこ行った。もう名前が出たから舐めて。アヘステーキパイサル、パヨニアサル。俺の塩でもう一回あのサメと泳ぎたい。ヤホーなんか食べてるわ。あそこだ。アイランドヴィンテージコーヒーかなんかで食べとったんでしょう。うん、そこでアサイ初めて。うまかった。はい。ごちそうさまです。はい、なるが俺のお腹の上でまったり中。今夕飯終わってね、ゆっくりしてます。焚き火もやってます。夜も更けてきましたので、カップ麺食べたいと思います。今日は名古屋といえばこの味で決まり、スガキヤラーメンね。まあ、これはでもあの割と知ってる方も多いと思います。ついこの間もラビットでおいでやそうだが紹介してたと思います。うまい。ちょっとね肌寒くなってきたのでテント内に入ってます。もう娘たちは寝転がって布団かぶってます。親父は今日はハワイ飯だったのでプロジェクターでハワイ系の YouTube 見てます。この道路はワイキキからカイルアの町まで行くときの便利なルートで、ワイキキからおよそ30分でカイルアの町まで行くことができます。あ、でもちょっと眠くなってきた。カイルアといえばカイルアビーチ。なる、おはよう。おはようございます。今まだ6時前よね、うん、めちゃくちゃ穏やかな朝。昨日は暑かったんでここのジャブジャブ池、これ人工の池だけど水は上から引っ張ってるっつってたかな。ここでいっぱい子供が泳いでた。薄雲かかってるけどいい天気になりそうやね。おはようございます。おはようございます。はい、朝食です。ハワイご飯朝食ね、うん、朝もランチプレートみたいな感じで盛り付けをしましたという感じで、じゃあ早速オープンしてみる、うん、はい、せーの、オープン。じゃじゃーん、うん、おお、美味しそう。めちゃくちゃ美味しそうだけど早く食べないと冷めちゃう、うん、じゃあ最後ここに生クリーム。
やばっ。はい、じゃあ、ん？あ、あと、何それ、蜂蜜？はい。で、蜂蜜もかけて、あと秘密兵器、これ、ローストココナッツチップス、ハニーバター味っていうのですね。ですね、これはちょっとね、もうちょっと砕いた方が美味しそうなので、この中で砕きます。あ、いいよ、もう食べな。生クリーム溶けちゃうから、溶けちゃって温かいから。はい、で、ちなみにスープはミネストローネね。うん、ちょっとこれ後からちゃんとかけるわ。はい、はい、いただきます。はい、いただきます。ココナッツのいい匂いする。うん、はい、じゃあ俺も食べるわ。こっちは生クリームをちゃんと綺麗にかけたバージョン。パンケーキにフルーツと生クリームたっぷりかけて、その上にハニーココナッツローストをのせましたと。でこれはポテトサラダと卵とウインナーで、これミネストローネ、最高。結構パンケーキふわふわよね。うん、はい、じゃあもう生クリームが溶け出す前に食べます。切ります。やばい、このローストココナッツチップスが優秀すぎる。めちゃくちゃ美味しい、これ多分業務スーパーとかで100円ぐらいで買ったやつなんだよね。嘘だろお前、なんで生クリーム、何回追い生クリームしとるのお前。ちょっとですね、お前ほんと。まあただそのスプレータイプの生クリームって軽くてあんまり味がないもん。うん、え、芋サラダくんかいと。芋サラダってやめない、ポテトサラダ。芋サラダ、芋サラダじゃん。あ、お腹いっぱいやな。片付けめんどくせえ。涼しい、涼しいな、暑いもんな外。もう夏空だな。夏っすね、空が。夏空になりましたね。気持ちいい。ね、これ以上熱くなるじゃん。そうですね。すいません、ありがとうございます、はい、またお願いします。はい、決勝終わった、帰ります。はい、暑いね、もう夏。はい、帰ろう。はい、帰り道です。梅雨の合間のね、久しぶりのファミリーキャンプ、まあ、ゆっくりまったり、天気も良くてすごく楽しめました。ただもう夏だね、撤収設営はね結構暑いっす。まあでも夜とかはめちゃくちゃ気持ちよかった、ね、ということで、気をつけて家まで帰りたいと思います。
さよなら。ピース、サイバー。